怪談都市伝説ヒトコアとジャンル不問のコア団バトル大コアその歴史に残る名作コア団を紐解く「オーコアアーカイブ」 原谷氏ですすよろししくお願いします、えー、僕は事、ま、故、あ、物件という人が亡くなった物件に住み続けてもう6年半が経つんですけれども事故、えーまあ、物件に住んでるとですね、えー、夜中に勝手に僕が起きてあの明日食べようと思っていたチョコレートを寝ているはずの僕が食べていたりとか、えー、寝ている間に「おえおえ」でえずいているのを同居人が聞いてるとか。 えー、あと女に取りつかれてるとか、えー、畜生霊に取りつかれてるとか、いろんなこと言われてきたんですけれども、今回お話しするのは、僕以外の人の話、えー、僕と関わってきた僕以外の人にこんな影響が受けたっていう事実をただ羅列するっていうのをやってみたいと思います。えー、まず、後輩に花井二等平というやつがいるんですけれども、えー、彼はですね、僕の事故物件を引っ越すたびに、えー、手伝ってくれるんですけれども、一番最初の事故物件も彼が手伝ってくれたんです。 で最初に住んだ事故物件というのは僕1週間目でマンションの入り口で、えー、黒いスポーツカーにひき逃げされるんですけれどもこの謎のひき逃げ事故と、まあ、ほぼ同時期に花井二等兵も別のところで車にひき逃げされていたということがありました、えー、さらに後輩に西根座タイガーというやつがいるんですけれども、えー、彼も引っ越しを手伝ってくれてるんですけれども僕がひき逃げ事故にあって花井二等兵がひき逃げ事故にあったまた別の場所で 同じ時期に引き逃げ事故にあたとはですね、まあ、この担当マネージャーの人がですね、えー、最近この本を出版する時にですねまあ、えー、いろんな出版社の方と打ち合わせする時にいつもついてきてくれるんですけれども、えー スクランブル交差点で転倒して、膝から流血したというのを聞きました、まあ、これは僕が影響しているかどうか分からないんですけども、あと先輩に木田の誠という先輩が言いまして、ですねもうこの方のおかげで事故物件に住むという企画が始まったんですけれども、2軒目の事故物件に住んでいるときに、排水溝から謎の髪の毛がぶわって出てきたことがあって、これを僕、間違って捨てちゃったんですよね。 事故物件で見つかった謎の髪の毛を捨ててしまったということを、北野誠さんが耳に入り、ま、北野誠さんの耳に入りまして、電話がかかってくるんですよ、おい、谷氏、お前、髪の毛捨てたらしいな、お前、ちょっと最近たるんどるんちゃうかってって、お叱りを受けましてですね、あすみませんでした、ちゃんと事故物件で見つかった謎のアイテムは残しとくようにしときますと言うてたんですけれども、次の日、朝、えー、午前9時に北野誠さんからまた電話がか,かってきまして、おい、谷氏、昨日怒ってすまんかった。あの 許してくれって言うんですよえなんでですか?」いやちゃうんやんお前を怒ってからうちの犬が死にそうなんや」って言い出しましてなんかま誠さん曰くなんですけれども僕を叱りつけたことによって僕についてる後ろの何者かが誠は悪者だっていうことでなんか飛んできたらしくてそれを実家の犬がかばったかなんかで今危篤状態だということらしくて「谷氏今すぐ俺の言う通りにしてくれ」と「今からお風呂に入って塩で体を全部清めて北野誠を許してください」って3回後ろに唱えてくれって言うんですね。 で僕まあ一応その通りにしまして、まあ、それでなんとか一命は取り留めたらしいんですけど、誠、まあ、さんのいいのがね、えー、まあ人に危害は加わるといえば、えー、僕、事故保険住み始めて1年目ぐらいの時ですかね、えー、まあ,ある女性の山ガール、あの写真好きの山ガールとデートしに行った時に、20メートルぐらいの木がその山ガールに向かって倒れてきたっていうのがありまして。 それ以降、彼女は、谷んについてる女の人が嫉妬したんですねって言って、これからはあの関わらないようにしますと言って、疎遠になったと、そういうこともありました。で、人間だけじゃないんですよね、出演する番組というのにも結構影響が出てきております、関西テレビ怪談グランプリという番組があります、こちらのオーディションに2013年ですね、行かせてもらったときに、オーディション会場でこの記録用のカメラマン、カメラで録画するんですけれども、僕がしゃべり出した途端に、カメラマンの数字がパーンって弾けたんですよ。 でそれを見たプロデューサーが「怖い怖い怖い!」「谷口君喋ったらカメラマンの地図飛んだ怖いもうこれ以上喋らんといてもうオーディション合格」って言って合格になったっていうのが。 ありましてね、えー、その他にも、数珠が飛ぶといえば、MBS ラジオ、えー、北野誠の茶屋町会談、えー、こちらのディレクターを務めておられます、えー、刈森さんという方がですね、えー、こういう番組をする、会談番組というのに、誰にオファーしようと思って、松原谷氏っていう人がいるということで、谷さんに連絡しようと思ったら、えー、ずっと大事にしていた奈良で買った数珠がはじけたということがあったりとかですね、えー、あと放送事故があります。えー、つい最近テレビでですね、えー、夕方のののの情報番組に出演ささせせてててももららっっ物件話をた後のコーナーナ が5秒間止ままるという放送事故がありました、えー、さらには3年前から出ております CBC ラジオというラジオ、えー、これも北野真子さんの番組なんですけども、出させてもらって、初めて出たとき、台風の日で、えー、僕出演した回、なぜか CM が3個飛ぶという謎の放送事故が起こりまして、あとレポートドライバーが、えー、自転車から落ちて、えー、怪我をする、そしてディレクターのカー波が急にブラックアウトする、えー、さらにはですね、えー、携帯、あの営業の社員の と LINE を交換したら、その社員の携帯の待ち受けに謎のブラックホールが出現するというね、そういう現象が起きてたりとかね、いろいろありましたけれども、あとは出版社ですね、竹書房、竹書房に関わって、まあ、村田ラムさんなんか竹書房で漫画を描いておられるんですけれども、今日も出演されてますけれども、ラムさんに4コマ漫画を描いてもらうということで、あの2件目に事故物件で起きた出来事で、 僕の携帯の留守番電話にゴボゴボゴボっていう謎の留守,番で留守番の音が入ってましてそれが実はそこで亡くなった女性というのがお風呂場で亡くなっていたからその仕業じゃないかみたいな話をラムさんに4コマ漫画で書いてもらおうとしたらネームっていう作業をするときに夜中あの村田ラムさんのもとに謎の携帯電話から番号 あの携帯番号から電話かかってきて、それなんだろうと思って、取ったらごぼごぼごぼって言っていたと,という現象があったそうなんですけれども、今、竹書房で僕、宮本ぐみさんという漫画家の方に、僕んち事故物件という漫画を書いてもらっているんですけれども、ちょうどね、今連載してるときに、2件目の事故物件のこのごぼごぼ事件のネームを書くタイミングだったんですね、つい最近。そしたら 通で夜中電話がかかってきたけどさすがに怖くて電話取れなかったと言ってましたあとですね小学館小学館でゼロから始める自己物件宣伝ばっかりになっちゃいますけどすみませんゼロから始める自己物件生活という漫画も、えー、漫画家さんに書いてもらっているんですけれどもその編集の方がですね、打ち合わせした後にまた携帯電話に非通知で電話がかかってきて小学館の編集の方がパッて取ったら子どもの声でやめてって言われてそこから連載始めるかどうかちょっと迷っているというのを。 聞きました、えー、さらにはですね、えー、そのゼロから始める自己文献生活、柔らかスピリッツで連載しておりますけども、それを書いている作画の奥香織先生、えー、この漫画を書き始めるようになってから、えー、自分が住んでいるマンションで飛び降り自殺があったという、えー、お話を聞きました、えー、さらには、えー、怖い旅、そして7月22日発売あ、ごめんなさい、7月22日発売、怖い旅、そして昨年も、えー、出版させてもらいました、怖い間取り。 出版社、二見書房こちらの,方のですの、ね、担当編集の方がです、ねえー、ちょうど怖い間取りを書いて2か月後ぐらいですかね、家に帰ったら、なんか嗅いだことのない匂いがする、なんだろうと思ってたら、えー、斜め向かいの家の住人が孤独死されていたと、えー、そういうことを聞きました、まあ、偶然かもしれないですけれども、で、最後僕、先日ね、まあ、とある、えー、ケーブルテレビ、あのー、スカパーの まあドキュメントの番組に出演させてもらいまして、とある事故物件に行って一泊するっていうのをやっていたんですけれども、そのロケが終わった後とに、東京の事故物件に戻ったところですね、僕、特殊清掃のアルバイトとかもやったことあるんで、嗅いだことのある匂いがマンションに漂ってるわけですよ。これ、この花をつんざくこの匂い、なんだろうなと思ったら、なんか白い、全身白ずくめのカッパみたいなのを着た人が、僕の家の真上のフロアで掃除をしていたと。